トゥービーさん。何？事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。あ、すみません。それと3はつけなくていい。え、私の名前に継承は必要ない。わかりました。トゥービー。
工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。
分かってる。工場を探索したけど、目標らしき兵器は発見できず。もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは？ああ、鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが、移動してみましょうか。しかし、司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。目標、超大型兵器発見。
これが目標の超大型兵器。破壊する。援護します。警告、敵兵器による下方向からの攻撃推奨退避。
静弱性を発見しました。今から援護のためにハッキングします。ルビー、敵機体のジョンワンプのコントロールをポットを使って制御を取れるはず。いいから黙って。上腕部のコントロール脱出完了。弱点部分をマークしました。了解。制御システムを奪う。了解。敵サブユニット侵入。挙動テーブル変更終了。姿勢制御バーニアコントロール。敵兵器の従属化を完了。すごく強引な戦い方ですね。ドゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。そんな、なかなかうまくはいかないみたいですね。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。申請。ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。申請を許可します。トゥービー、あなたと共に戦えて光栄でした。私もだ。作戦は成功でしたね。敵大型兵器は破壊され、敵支配地域への侵入経路が確保されました。ナインエス。今後の、はい。ありがとう。最後に、
私たちのデータを基地にアップロードしてくれて。ごめんなさい。その記憶を僕は持っていません。あの地域は通信帯域が細かったですから、多分あなたのデータをバックアップする時間しか確保できなかったんでしょう。僕の記憶はあなたと合流する直前までしか残っていません。そう。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。